こんにちは、大友純です。今日はマイクを紹介したいと思います <music> さあ年明け最初の収録の動画になります。 えー、今回はですねまたあのマイクをあのご提供いただきましてそちらのレビューをさせていただきたいと思います、えー、ファイファインさんですねえっ、ー、と今までピンマイクとかあとはコンデンサーマイク USB 接続のコンデンサーマイクを、えー、と提供していただいた、えー、とメーカーさんで今回はダイナミックマイクを、えー、提供いただきました型式がですね、えー、と K の688っていうモデルですねアンンプリタンク ポッドキャストマイクロフォンということでッドキャストとでかねあのこうラジオ風な YouTube 動画とかねなんかそういうのにこう適したようなマイクになってるんじゃないかなというふうに思いますちょっとチェックしていきたいと思いますで中身は結構シンプルです箱なんかもね割とこういい感じの高級感あるんですけど開けてパカッてこのパカッていう感じなんか、ね、結構いいですよねでまあマイクが入っててもうここで今出しちゃってますけれどもマイクが入っててあとは USB-C USB-A のケーブルですねここにも Wi-Fi っていう風にこうにありますね。来るかなフォーカスがね。Wi-Fi てなってます。で、変換のアダプターが8分の5ネジから8分の3ネジへの変換ですね。こちら。よくあるやつですよね。マイクアームに取り付けるときなんかに使ってくださいねということになりますね。取り扱い説明書になります。ちょっとね、読み込んじゃったんで。 あの下っちゃってるんんですけどごめんなさい <laughs> もうファイファイさんは、ね、あのいつも取扱い説明書はちゃんんとこれ全部日本語なんですよ英語と中国語と日本語がそれぞれ載ってますっていうやつじゃなくて日本語だけのやつなんで結構ボリューミーでしっかり載ってますで、えっと、前回とのコンデンサーマイクの時と同じように、えー、Mac の接続とか Windows の接続なんかをこうやれば大丈夫ですよっていうのを丁寧に載っている感じになります はい、でこちらのマイクになりますけれどもスポンジはこれね使われますカポって <laughs> こんな感じで、うん、でまああのね中もねあの堅牢性ありますそんな壊れたりしなそうな感じで少し押し込める感じでこの「FIFINE」っていうね文字が入ってるのでこの文字がねちゃんと読める方が、えー、上でまあ,あの分かりやすいのはねここにねミュートボタンがあるのでここがね上に来るような感じのセッティングですね でちょっと裏面見ていくと、まあ、アップでもお見せしますが XLR ですねそれから USB-C3.5mm の、えー、とモニターですねこれはねでノブが、えー、とモニターのボリュームとその下がこれマイクのゲインですね。前回のコンデンサーマイクの時は XLR はなかったので USB-C だけでしたまあ僕はね結構 XLR 使うのでありがたいですね でちょっとね実際に音声を聞いていただきたいなというふうに思います今はねあのゼンハイザーの MK600 で今撮ってましたじゃあここから切り替えたいと思いますはい、えー、今マイクを取り替えました、えー、K の688このマイクに変えましたこちらはダイナミックマイクになっているのでこう口をある程度こう近づけて喋らないといけないんですよね、えー、とメーカーカさんの交渉だと 5 15セセンンチチから15センチの距離で、えー、使うよううよににしててくださいっていうふうに書い書ありますねダイナミックマイクはこうカラオケとかでも使われてるマイクでもう結構ね環境音がうるさいようなところでも、えー、と声がこう通るように近いものはしっかりこうと通るっていうねで遠いものはあまりこう拾わないっていうふうなマイクになっているので声をしっかりねこう注意を向けさせたい。 いう時なんかはダイナミックマイクはいいですよね。ただえっとダイナミックマイクは基本的にはちょっとこもりがちっていうかこもるようなマイクもありますね。で高音があまり出ないっていう感じのマイクもあると思います。今はどうでしょうね。ははは。こんにちは大友純です。チェックチェックチェックワンツー。こんにちは大友純です。 で、これのマイクの面白いところが USB と XLR を同時出力できるんですよね。なんで今カメラの方にね XLR 接続でこのマイクの音声がいってるんですけども同時に今 USB で PC の方に Mac の方につなげました。なのでこのまま Mac の方のロジックで、えー、と声だけちょっと録音してみたいと思います。こんにちは大友純です。チチチチェェェェッッッッククク、クク、マイクチェック 1, 2, 1, 2 K の六八八で喋っております。チェックチェックワンツーワンツー。こんにちは大友純です。チェックチェックチェックマイクチェックワンツーワンツー。K の六八八で喋っております。チェックチェックワンツーワンツー。1, 2, 1, 2 はいえー、ロジックの方でもあの撮ったやつをお聞きいただきました結構面白いですよね同時出力ができるっていうのはあい今時のマイクはこうなのかねなかなか面白いなって思いました。 ちなみにあの気づいた方もいらっしゃるかと思うんですけどもこのマイクは手話の、えー、と今流行りに流行った去年一昨年ぐらいからかなあのポッドキャスト用マイクとしてすごい流行りに流行ったマイクがあるんですけどもそれを意識して作られたそうですもうメーカーさんがこれはねおっしゃっておりましたいろいろちょっとね聞かせてもらったんですけども価格はね1 2分の1から1 3分の1ぐらいになってるみたいですなので、えー、とこの音声に満足された方なんかはそっちのマイクよりもこっちの方がおすすめ ですよ。っていうお話みたいでした。まあ、そこら辺っていうのは何だろう？あのー、元々こう手話とかね。そういうこうあのな、ー、んだろうな、ね。伝統あるこうね。あのメーカーさんですから、信用もあるっていうところもあるかと思ってまあ、ブランド価格っていうのもあると思うんですよね。wi-fi <laughs> さんのマイクっていうのはそこまでこう。あのー、高い金額ではないです。 ただ音も合格点以上のものは出てるんじゃないかなっていうふうには個人的には思ってますね。やっぱり音声っていうのはもう原点方式だと思ってるんですよね。前も動画で言ったかもしれないんですけどもいいっていうのがやっぱり当たり前レベルで,でそっから音が悪くなっていくとだんだんこう聞いてる人が気づいてくるあなんかなんかケロケロした音だねとかね。 僕なんかもよくこうノイズリアクションかけすぎてね音が声がケロケロしちゃったりとかもありますし環境音がすごいうるさくてね聞こえづらいとか,なんかねすごいやたらあのこもるとかねこもってる音声だなとかやたらねこうね音声がこう反響しちゃってる聞きにくいなとかねなんかそういうのっていうのは今 YouTube の動画の中でも結構たくさんあると思うんですよ。 もう僕なんかもテレビ世代で育ったんですけれどもテレビが出す音っていうのはももうう合格ライン以上のものだと思うんですよでそれを聞いて育っちゃってるんで、えっと、それよりそれがいいっていう風な価値観ではなくてそれが普通っていう風な価値観なんですよね。なのでちょっとでも音があの違和感があるとちょっと気づいちゃうっていうのが僕らの世代なんかは結構あるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、そううういいったこう、ね、動画を作るる中でもこういうダイイナミックのアイテなんかがあると なんだろう,こう環境音なんかもそんなにね拾わないし最低レベル以上のものが取れるんじゃないかなっていうふうに思うのでまあ一つ選択肢としていいんじゃないかなっていうふうに思いますじゃあこっからですねあの環境音をわざと大きくしてみたいなって思います、えー、とエアコンを全開にして <laughs> で加湿器を全開にしてあとうるさいやつ何なんかそこら辺をちょっとやってみたいなと思いますあ PC 僕ゲーミング PC すごいうるさいんでそこら辺の音をちょっと鳴らしてみたいと思います はい、今エアコンを一番強くしてでゲーミング PC を起動してで加湿器を一番強くしました結構ねノイズ乗ってるかもしれませんゲーミング PC が 1m ぐらいの距離で加湿器も 1m ぐらいでエアコンが1 5メートルぐらいの距離ですねはいはっはっはマイクチェックマイクチェック音声いかがでしょうかはっはっはマイクチェックマイクチェックワンツーワンツーでやっぱりね ポッドキャストマイクロフォンっていう名前がついてますからやっぱりポッドキャスト風ラジオ風にねちょっとあの文章を考えたのであの読んでみたいなっていうふうに思いますやっぱりねあの言葉だけ映像は絵はねちょっとなしに抜きにして言葉だけ音声だけっていうのがあのこういうダイナミックマイクを使うとなんかこう引き込まれるような感じになるような気がするんですよね自分だけかなちょっと一回やってみたいと思います 皆さんこんこにちは大友純です今日は日頃から僕が気になっていることで周りの人にあえて言うことでもないけれど自分の中では気に留めておいた方がいいなと思うことお話ししたいと思います。突然ですが皆さん尊厳について考えることはありますか人間の尊厳辞書で引くと尊厳とは尊く厳,厳かで 犯してはならならいこととあります非常に大事なもので尊重されるべきものだと僕は思っています僕は仕事柄高齢者や病気を患っている方とお話しする機会が多くあって人間の尊厳を感じるまたその尊厳に触れる目撃するそんなような出来事がよくありますある日一人の女性が脳梗塞になり入院しました 入院当初は車いす生活でしたがリハビリを頑張り病院内でつえ単独歩行ができるまでに回復しましたやがて退院が決まり念願の帰宅になりました帰宅になったその日その女性は自宅内で転倒してしまいました病院内とは異なり自宅はバリアフリーではなかったため段差につまずいてしまったのです高齢であり 骨粗しょう症でもあるため転倒で骨折のリスクもある次の日からは車椅子生活になりました末期のがんを患っている男性は44歳妻息子1人娘2人を養うまさに一家の大黒柱でした自分としては家族に頼られる大黒柱で居続けたいが家族には常に心配される毎日体が辛く実際は強がってばかりはいられない がんから来る痛みは耐え難いため薬に頼っている腹水が溜まってきたため仰向けや横向きで寝るとお腹が重くて苦しい夜は学生の頃授業中に寝ていた要領で両腕と頭をテーブルに置き伏せって寝ている正直あまり眠れない自分の思っていたことと違った思っていた通りにならなかったそのギャップで落胆する方は多くいらっしゃいますそれはつまり 今までまるでそれはあなたの思い込みであったというレッテルをおでこに貼られて崖から突き落とされるような気分になる方もいらっしゃいます今回の女性の場合は歩くことができなくなってしまった男性の場合は家族に対して大黒柱ではいられなくなってしまった 腹水のため横になって眠ることができなくなってしまった人が今まで当たり前に行われていたことができなくなったとき簡単で意識すらしていなかったことができなくなったとき今までのようにすることは諦めなくてはならない状況になったとき人間が人間らしい生活を送ることができなくなったときその方の訴えから人間の尊厳が侵されているかもしれないと感じます できる限り尊厳が脅かされることのないようその人の支えにならなくてはと思う限りですはいいかがだったでしょうか、えー、今の朗読でねこのマイクの良さが少しでも分かっていただけたらあ幸いでございます、えー、こちらのマイクですけれどもあの、ま、注意点としてあの一つ僕が気になったことがあったんですけれども えー、USB 接続の時にしかこのミュートボタンとかあとはノブですねモニターのノブだったりマイクのノブだったりは、えー、使えないことになります XLR 接続の場合は、えー、となんだろう、まあ、そういったことはねあのできないのでそこは注意が必要かなっていうふうに思います、えー、とポッドキャストの人なんかはね、あのー、そのままこう USB 接続で PC なんかにつないでそのまま PC の方で録音するううのもいいと思いますし またはこう音楽やっててねボーカルをこれでこう録音したいみたいな方は XLR 接続でねミキサーに入れたりオーディオインターフェースに入れたりとかあのできると思うんでそれはそれでこう皆さんの使い方によって分ければよろしいんじゃないかなと思います僕はねカメラの方に XLR アダプターっていうのがつくのでそれに直接 XLR 接続で入れちゃってますこれがね楽で結構いいんですよねはい で概要欄にねあの URL あの載せておきますのでぜひぜひ皆さんよかったらチェックしてみてください、えー、またね動画も引き続き、えー、今年も出していきたいなというふうに思っております気に入っていただけました方はいいね評価とチャンネル登録とぜひぜひよろしくお願いいたしますお友じゅんでございましたババイバーイ